皆様ごきげんよう。 お久しぶりですね。山谷恵理子でございます。だいぶ国会のイチョウの木も上の方から色づいてきて、おります。私第二次安倍改造内閣で、国家公安委員長、そして拉致問題担当大臣、海洋政策領土問題担当大臣、国土強靭化防災担当大臣を拝命、いたしました。総理からは忙しくなるねと言われたんですが、まあ、本当にですね、とても忙しいんですけれども、でも美しい日本を守るために戦ってるんだと思いますとですね、本当にありがたいなというふうにむしろ思っております。私が防災担当大臣になった時はもう広島の土砂災害の対応の真っ最中でありまして、それから台風18号19号、御嶽山の大噴火がございました。多くの方がお亡くなりになられまして、ご冥福をお祈りしたいと思います。また被災された皆様お見舞いを申し上げます。拉致問題に関しましてはですね、先日平壌で、日朝協議が行われまして2日間、10時間半にわたっていろんなやり取りをしました。でまた北朝鮮の時間稼ぎや、まあ、嘘に付き合わされたんじゃないかという、まあ、ご批判もありますし、また家族会の厳しいご意見もございますけれども、まあ、これまで日本はさまざまな情報を収集して積み上げてきておりますので、これからそれをですね、付き合わせて分析し検証し、そしてですね、全ての被害者の帰国ということのために次に何をするかということをですね、家族の皆様や関係方面の皆様や、まあ、政府全体としてさまざまな意見を交換しながらですね、次につなげていきたいというふうに思っております。もう安倍内閣のうちにもう何としても解決するという、まあ、総理の強い決意のもとにですね、行動対行動、そして対話と圧力の基本方針のもとにですね、政府認定の有無にかかわらず、もう全ての被害者のご帰国ということを目指して、強い決意で進んでいきたいというふうに思っております。9月には国連ジュネーブでもですね、もう本当に国際社会の連帯で北朝鮮の人権状況の改善、そして拉致問題の解決をですね、訴えてまいりました。これから11月12月にかけて国連総会にさまざまな議論や決議がなされていくわけでありますので、何としても国家のためにですね、そして一人一人被害者も、今北朝鮮でですね、冬どんどん寒くなるわけですから、帰国を待ち望んでいらっしゃる皆さんのことを思いながら努めてまいりたいというふうに思います。また海洋政策と領土問題に関しましては、小笠原のサンゴの密漁等々もまた新たな懸案事項がございまして、警察としても小笠原にですね応援部隊を送っているところなんですけれども、国境離島やまた無人国境離島をどう守っていくか、ということもですね、名前をつけて、そして所有をですねしっかりと確定していく、その後にですねどのように守っていくかということをですね、次々私が以前からずっと言っていたことをですね、今現在進行形で進めているところでありまして、これも本当にスピードを急がせなきゃいけないなというふうに思っているところでございます。本当に皆様から託された気持ちをもう体いっぱいで受け止めながらですね、一つ一つ具体的な成果として、お返しできるように頑張ってまいります。